いしい。すみません、おかわりお願いします。どうですかコーチ、おいしいですか。やったー、この店のファンがまた増えました。コーチ、もっと別の味も頼んじゃいましょう。はい、メニューです。コーチはどれが食べたいですか。お、王道ですね。特にここのバナナパフェはチョコレートがたくさんかかってて絶品なんですよ。ちょっとあなたたち追加オーダーしすぎよ。よくそんなに食べられるわね。食べる量は人それぞれ、うん、おいしい。タヤテは少なすぎるのよ。そもそも今日はあんたの歓迎会なの。もっと欲を出しなさいよ。まだ半分も食べてないじゃない。ごめんなさいね。うちのイルカはよく食べてよく動く子だから。あんたもそれ2杯目じゃない。それよりそろそろ説明をしてあげる。エレンの風見の素晴らしさと霧島の現実をね。風見シーテックは風見の UMI マシンの関連部門よ。ジェットバトルに参入して歴史は浅いけど、なんたって一番勢いがあるのは私のところよ。どこよりもマシンの開発や性能向上のために巨額の資本を投入してるんだからね。これも風見インダストリアルの力、つまり私のお母様の力でもあるってこと。それに選手だって一流なのよ。特に風見のエース、那雪日和。圧倒的な実力と正確なライドテクニックで氷の絶対女王の別名を持っているんだから。イルカ、あんたの隣に座ってるポンコツと違って、ちょっと何よ。事実じゃない、そんなに怒らないでよ。まあいいわ。次はヒムカ重工。ここはまあなんというか地味よね。マシンの性能は悪くないけど宣伝が下手だし、性能重視でコストを考えてないとこがあるわ。あとは最近変なやつらが入ったぐらいかしら。変なやつら？エレンもよく知らないわよ。あとはネレイデスだけど、あそこはいいわ。そして最後はあなたたち、霧島。古くからある会社だから知名度は高いし、昔は強かったってことは知ってるわ。昔はね。今はリーグの成績は低迷しているし、今や風見の敵じゃないの。甘いですよ、スイーツですよ。エレンちゃん、霧島には私とコーチがいますからね。チームに入ったばかりのあんたたちなんて戦力にならないでしょ。私も選手になってそれほど経ってない。ちょ、はやて、あんたどっちの味方なのよ。ねえねえはやてちゃん、はやてちゃんはライダーなの？どうなの？そうだけど、何？よかったらハヤテちゃんのことも教えてくれないかな。ちょ、私たちは敵同士なのよ。別にいいけど。素直か！あなたはもう少し風見の選手としての自覚を持ちなさいよ。別に話しても困ることじゃない。うまく説明できるかわからないけど。私はもともとは陸上をやっていて、多分期待されていたと思う。
思うってどういうこと？順位とかには興味がなかったから、ただ風を感じるのが好きだっただけ。風を感じる？風はいつも気まぐれ、前に来いって日もあれば来ちゃダメって日もある。でも走るたびにいろいろな景色を見せてくれる。それが楽しくて走るのがどんどん好きになった。ハヤテのお父様はレスリングの選手で、お母様は同じ陸上の選手だったのよ。ま、サラブレッドってやつよ。そして本人自身も天才。控えめに言ってもね。すごいなあ。でもどうしてマシンに乗るように？それはもっとたくさんの景色を見たい、そればかりで自分の体のことに気づいていなかった。もしかして怪我でもしたの？そう、自分でも気づかないくらい足に負担をかけすぎていた。それってハヤテちゃんはもう走れないってこと？風見でリハビリもしたから、ジョギング程度なら問題ない。全力でも走れるとは思うけど、負荷をかけすぎると再発するかもしれない。あの時は全部が嫌になった。もう二度と風を感じられない気がして。そんな時エレンの母親が声をかけてくれた。風見のサポートで足への負担も少なくできるようにマシンを調整するって。私の感じたかった風がまた感じられるかも。そう思ってマシンに乗ったら、とてもいい風を感じることができた。これが私のことかな。そんなことがあったのね。って、イルカ？うつむいてどうかしたの？よかったね、ハヤテちゃん。いや、なんであんたが泣いてるのよ。あんたコーチでしょ。この状況なんとかしなさいよ。あんたもしかして涙ぐんでるの？いや、まあいいんだけど。霧島の人たちは優しい。イルカもミチルもあなたも、私たちはちょうど同じ時期のライバル。試合ではいい勝負をしようね。うん、絶対負けないよ。こっちこそ容赦はしないわ。今日のは慣れ合いなんかじゃないんだから。エレン、少し言い方を直すべき。まあせいぜい試合の時はエレンを楽しませるぐらいはしてみなさいよね。二人とも今日はありがとう。私もいっぱい話せて楽しかった。エレンは？まあありかなしかで言えばなし寄りのありかしら。それは良かったです。じゃあそろそろいい時間だし帰りましょうか。二人ともまたね。今度は試合で会いたいね。私もその日を楽しみにしてる。
せいぜい腕を磨いておくことね。それでは失礼するわ。今日はいろいろありましたね、コーチ。かなちゃん、ゆめさんといっぱい練習して、エレンちゃん、はやてちゃんとパフェ食べて、憧れの霧島の選手になって早々、夢みたいな一日でした。本当は寮に戻る間もいちる先輩とももっとお話ししたかったんですけど、用事があるからって先に帰っちゃいましたね。もしかして先輩に迷惑かけちゃったかなってちょっとだけ心配です。あとはそのごめんなさい、つい考え事をしちゃってました。さっきエレンちゃんのお話に出た日和さんのことなんですけど、実は私、ジェットバトルを始める前、一度だけ日和さんの試合を見たことがあるんです。とても無駄がなく正確な乗りこなしで、少しだけ見てもすごいって分かりました。けど日和さんがいくらすごくても絶対に追いついてみせますよ。それに他のチームにだって勝てるぐらい、これからガンガン練習して強くならなきゃですね。あと試合で勝つには相手のこともいろいろ知らなきゃダメだと思うんです。これからの霧島のためにももっと相手チームの情報を調べたいんです。というわけでコーチ、他のチームの情報を一緒に調べてもらえませんか。はい、私たちならきっと霧島に役立つ情報が見つけられると思います。チームの現状を分析することがきっと強くなる近道だと思うんです。というわけで、まずはエレンちゃんが言っていたヒムカ重工から調べようと思います。よーし、早速調べるぞと言いたいんですけど、調べようにもやり方はまだ決めてませんでした。なので寮に帰ってから決めたいと思うので、本格的に調べるのはまた明日ですね。でも寮までの間時間がもったいないですし。そうだ、コーチについてもう少し教えてください。これも情報を集める準備です。さあ遠慮しませんからね。ああ、もっと話を聞きたかった。残念だけど、あっという間に寮に到着です。でも、コーチの人となりがちょっと分かってきたかも。今度は私のこともいろいろお話ししますね。期待しててくださいね。では、また明日もよろしくお願いします、コーチ。はあ、疲れたな。でも、本当になれたんだよね、霧島の選手に。やっとなれたんだ。コーチと一緒に食べたパフェも美味しかったな。あれ、あの時私お会計したっけ。お金を払った記憶がないかも。あ、そうか、エレンちゃんが貸し切ってたからお金は払ってないんだ。ということはコーチにお詫びできてない？お詫びのパフェのはずだったのに。あ、コーチ、こっちです。こっちの席に来ていただければ。来てくれてありがとうございます。
それと昨日は急に一人で帰ってごめんなさい。少し疲れてて油断したらボロが出る気がして、イルカの期待を裏切らないようにってちょっと気負ってしまったんだと思います。それでもうヘトヘトで昨日はすぐに寝ちゃって、逆に快眠でしたよ逆に。あ、すみません、脱線しちゃいましたね。初めて会った時に話してたことなんですけど、イルカが憧れるクールでかっこいい先輩に見られるにはどうしたらいいのかって。昨日もずっとそのことばかり気にしちゃって、自分でもぎこちなくなってた気がして、イルカと一緒にいた時の私ってコーチにはどう見えていました？本当ですか？なら、あの感じのまま。いえ、調子に乗っちゃいけませんよね。本当にどうしたらいいんだろう。あ、そういえばコーチ、昨日はイルカと一緒に帰ったんですよね。あの子とどんな話をしてたんですか？なんだか今日は朝から忙しそうに寮を出て行ったので。他のチームの情報ですか？なるほど。イルカは前向きに頑張っているんですね。じゃあ私はどうしようかな。基本的なものは今の時代はスマホもあるし、ネットでイルカとは違う情報を調べるとか、例えば各チームの試合の様子とかマシンに関するデータなんかあるといいかも。うん、クールといえばハードボイルド系以外にもデータを活用するインテリ系だっているんだし。よく「こんなものは僕のデータにはないぞ」って言ってるのを漫画では見ますね。あれ、なんかあんまりクールじゃないような気がするけど、まあいいか。決めました。イルカが動いている間、私はネットで情報収集することにします。ところでコーチはイルカがどのチームを調べようとしているのか知ってますか？ヒムカ重工か。そういえば歌いさんから最近ネットで話題になっていると聞きましたし、ちょうどいいかもしれないですね。よし、ネットを使いこなしてイルカでも手に入れられないデータを入手すれば。これならいける。いけます。ありがとうございますコーチ。待っててねイルカ。今クールでかっこよくて頼りになる先輩が颯爽と現れるから。スマホでウェブサイトからヒムカ重工を調べて。え、あれ、これってコーチ、実は私スマホは通話とカメラしか使ったことなくて、ネットってどうやればいいんですか？教えてくださいコーチ。検索して分かったことをこのメッセージ画面にコピーして、それで送信ボタンを。えい！あ、コーチのスマホから音がしますよ。これで私のメッセージ届いてるんですか？本当ですか？やったー。これで他のチームの情報を集められますね。
私も結構やるわね。もうこれはマスターしたのでは？他にはどんな機能があるんですか？この際だから全部マスターしちゃおっと。めまいがしてきた。少し休憩をしましょう。やっぱり私はイルカが期待するようなクールな先輩になれないかも。よく考えればそうですね。新しいことを覚えて少し舞い上がってたかも。反省しなきゃダメですね。私は選手なんですから、クールでかっこいい選手になればいいんですよね。アドバイスありがとうございますコーチ。じゃあ私の代わりにヒムカ重工のチームを調べてくれませんか？正確にはチームメンバーなんですけど、ヒムカ重工の主なメンバーは2人いるんですよ。鋼尾月さんと紅梨優里さんです。エレンさんの話に出ていたマシンの使い手ですね。この2人は以前から知ってるんですけど、泉キリさんと黒瀬みなみさんという選手、この2人が新人らしいんですけど、ネットで有名になっているのはこの2人みたいなんです。エレンさんの言ってた変なやつっていうの、多分この2人だと思うんですよね。最近ヒムカ重工は代替わりしたらしいので、私や先輩たちが知らないことも多いんです。すみません、ありがとうございます。慣れないことをやったのでもうフラフラで。あのコーチ、これは私の勝手な期待なんですけれど、ただコーチにどうしても今伝えたくて、このまま霧島が変わってくれたらいいなって。イルカってとにかくまっすぐでひたむきじゃないですか。きっとそれがチームにいい影響を与えると思うんです。でも私は先輩としては頼りないので、コーチの力も必要だと思うんです。だからようやくスタートラインに立ったあの子を、イルカをサポートしてほしいんです。私にもできることがあるなら全力でお手伝いします。私だって頼りないですけど、イルカの先輩ですから。だからコーチもイルカを支えてあげてくださいね。理想のガンナーにまた一歩近づきました。